疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、はい、営業初心者でも、はいはい、理解できる必須営業スキルというものを中山さんにお聞きしたいと思いまして、未経験の方でも、はい、しっかりと研修があって安心してお仕事が入れるとは思うんですけど、うん、やっぱり不安な部分がすごく多いと思うんですね、はいはいはい、そこで社内で稼ぎすぎて嫌われているトップセールス入社2年目で1億円超えを達成したと実績をお持ちの中山さんにアドバイスをもらいたくて今回動画を回しております。結構嫌われちゃってるんですけど大丈夫そうですか？大丈夫です。もっと嫌われちゃいますよ。いえ大丈夫です。僕でよければお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあまずですね、営業職に就くにあたって必要なマインドっていうのをまず教えてください。やっぱりお金を稼ぎたいとか何か目標を達成することができるぐらい熱量のあるちゃんと目的がないといけないかなとは思うんで、車買いたいでもいいしお家買いたいでもいいし何かしら強い欲望を持ってた方がいいかなと思います。あとはやっぱり営業やるってなったらマインドセットとしては簡単じゃないっていうのは絶対思っといた方がいいです。まあ営業と販売ってよく言われると思うんですけど、まず商品がある時点でその商品を熟知してないとお客様に提供できないじゃないですか。だから例えばいわゆる販売でいうコンビニの店員さんだったらレジにお客様が何か飲み物とか持ってきた時にその細かい成分とか分からなくてもピッてやればいいじゃないですか。でも僕らってこれを本気で売りたかったら全部熟知してこれがいいんですよお客様にとってこれはすごい必要なものなんですって、今後お客様のライフスタイルにすごいこう良くなっていくような素敵な商品なんですって言えるぐらいちゃんと熟知しなきゃいけないんで、まずその時点でもういろいろ覚えることも多いですし、マニュアルがないんでこれを売るにしてもさっきも言った例えになっちゃうんですけど、こうピッてやってレジをガシャンってやるだけじゃなくてしっかりその商品をお届けしていろいろこう流れがあったりするんで、まあそこら辺が覚えるまで時間かかるっていう、まあ普通より大変だっていうのはちゃんと分かった上でやった方がいいかなとは思います。楽で稼げるってことはもう絶対ないんで、大変だったりいろんなこう苦労したりして自分で経験してってやっとお金が稼げるっていうのはちゃんと覚えてた方がいいと思いますね。中山さんが入ってきた当初から入社してすぐの目標って何でしたか？はい、営業部はまあ、まずは僕も正直なところ言えばかなり漠然としていたんですけど、この会社はいろんなこう素敵な先輩方がいるんで何のために稼ぎたいかっていうところをしっかり明白にする準備を一緒にしてくれたんで、そっから僕かなり良くなったかなって、もうめちゃめちゃ上行ってやるとか稼いでどん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 登ってやるみたいなぐらいの感覚でした。じゃあ最初に目標がなくてもまあ相談できる、そうですね、先輩方がニーライフグループにもいっぱいいるということですね。稼ぎたいけどなんで稼ぎたいかわからないとか意外とそういう人多いんですよ。なんでそのお金必要なのとかなんでその車必要なのって言った時にパッと答えられない人って多くて、そういうとこまでうちの会社はもう研修制度もありますし教えてくれるのがかなり強みかなと思います。ぶっちゃけコミュニケーション苦手でも営業職って大丈夫ですか？それは大丈夫です。でこれなんかでも大丈夫じゃないんじゃないって思いますよね。結構大丈夫です。もうできた方がいいことはいいと思うんですよ。ただ営業って饒舌だから売れるわけじゃないっていうのはもう絶対で、例えばですけど夢のマイホームを建てたいですと、じゃあ5000万円ぐらいかかります、めちゃめちゃ言葉の上手い人とあんまり上手じゃない人がいたとします。あんまり上手じゃない人の方が逆に信用できたりするんですよ。こうベラ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 上手に喋っててよくは聞けるけどなんか怪しいなとか思う節があったりする時もあって、人間性の部分というかいかにお客様のために貢献しようっていう部分が見えやすかったりするのは意外と言葉は上手じゃないけど熱意のある人だったりするんですよ。そういう人にお客様って惹かれたりするんで、でこういう人がどん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 経験を積んでってコミュニケーション能力がついていくとめちゃめちゃ強い。逆にすごいこうもうコミュニケーション能力高くて饒舌だと自信がある分こうベラ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 喋りすぎちゃって意外にお客様に惹かれちゃうとかそういうこともあるんで、最初はコミュニケーション能力がないところからちょっと積み上げた人の方が僕は強い営業マンになれると思います。不安っすよね。ぶっ
っちゃけ不安ですよ。僕も不安でした。お客様とお話しする上で意識していることって何かありますか？お客様の目的をちゃんと理解してあげる。例えばですけど、僕らで言えばリフォーム業じゃないですか。屋根の塗装をしてほしいって言われるんですね。そうしたら、じゃあ、分かりました、屋根に塗装したいんですね、じゃあお見積もりを出しますねっていうのがちょっと一般の営業マンになるんですけど、じゃなくてお客様は屋根に色をつけたいんじゃなくて、屋根を塗装して保護することによって安心した生活を長い期間送りたいんですよ。でもそこにお客様ってその自分の目的に気づいてなかったりもするんですね。そこにちゃんと意識してお客様とお話をしていると、あ、じゃあお客様もし本当にこれ塗装で大丈夫ですかとか、こっちの方がお客様の、ご家族で長く安心して生活するためにはこっちの方がいいんじゃないですかとか、だからお客様にとって何が一番いいのかっていうのを、ちゃんと常に考える。そのためにはお客様が何で悩まれているか、どんな問題を抱えているか、お客様の目的をしっかりと聞き出せるように意識するといいなって僕は思ってます。それがやっぱり営業って物を売る仕事じゃなくて問題を解決する仕事なんで、なんか物を売って売り上げ上げるってイメージあると思うんですけど、そうじゃなくてお客様の問題を解決してそれの対価としてお代をいただいて売り上げが上がっていくっていうのが営業なんですよ。だからそういうとこは最初に僕らの会社だったら研修等で教えてくれるんですけど、そこを勘違いしてると上にはいけないかなって思ってます。いい話です。めちゃくちゃいい話今日やばいっす僕こういう動画なかったっすもんね、あんまないっす。中山さんも、未経験のルーキーだった時期があると思うんですけど、はい、未経験の方が陥りやすいミスとか間違い、どういうのがあるのか。今までの話にちょっと通ずるものがあると思うんですけど、人間なんでなるべく楽に稼ぎたいと思っちゃうんですよね。だから思ってたよりきついとかそういう時期があると思うんですよ。あれ本当にこれでいいのかなとか、俺本当に何千万稼ぎたいのかなって目標目的を見失っちゃう時があると思うんですよ。それってどういう時かっていうと、基本的にはうまくいってない時じゃないですか。で、未経験の方がそこで一番陥りやすいのは、これがずっと続くって勘違いしますよ。晴れは絶対続きはしないんですけど、止まない雨もないってことをみんな分かってない。だから1年2年やってたら、どんな僕だってもちろんありますし、落ち込む時があるんですよ。だから自分の目的目標を中長期でちゃんと立てて、3年5年やったらもう慣れて余裕になるんですよ。余裕で楽しい、しかも売り上げが上がってるみたいな方っているわけじゃないですか。その人がいるってことはずっと頑張ってればそこまでいけるんで、だから今大変なことをこれがずっと続いちゃうんじゃないかって勘違いする人が多いかなって思いますね。そこを勘違いしないようにっていうのはどうしたらいいんですか？やっぱりそこに関しては難しいところだと思うんですよ、うん、それこそ人間なんでいろんな悩んだり不安だったりすることがあると思うんで、そこは僕らの会社はやっぱチーム体制なんで、素直にちゃんとそういった思いをぶつけて一緒に悩んでくれる仲間と頑張る、解決させていくっていうのが僕は一番いいかなって今までやってきて思ってます。最後です、ね、はいはいはい。 E ライフグループは、なぜ未経験の方でもしっかり結果が出せると思いますか？確かに僕がいるからですかね。失礼しました。やっぱりうち研修制度がしっかりしてると思うんですよ。これでもかってぐらいやるんで、十分自分で活躍できるぐらいいろいろ教えていただいてから独立というか自分で始めるので、そこがまずでかいのかなっていう。研修制度もしっかりしてるっていうのと、あとは最初に言ったマインドセットの部分じゃないですかね。やっぱそこを最初にやってくれるんで気合に満ち溢れてる。だからこそ未経験でも割と早い段階で成果が出せるんじゃないかなと僕は思いますね。今回は営業初心者でも理解できる必須営業スキルということで中山さんにお話ししていただきましたが、いつもとね違う中山さんが見れて皆さんすごい新鮮だと思うんですけど、なんかこっぱずかしいですね逆に、はい、なんか誰もいないし、確かにこれからこっぱずかしい中山さんもそうですね見ていきたいですね。もうこれを僕の言った通りにやっていけば
あの成果も出て社内でちゃんと嫌われるんで安心してあの実践してもらえればと思います。嫌われたくはないですね。嫌われたくはないです嫌われたくはないですね。じゃあ次回は嫌われないための方法を誰かにレクチャーしてもらいましょう。一緒に教えてもらいましょう。ちなみにeLIFEグループはまだ仲間を募集してますか？めちゃくちゃしてます。もうぜひ僕と働きたいと思ってくれる人は言ってください本当にでも営業のいいところだと思うんですけど、人数が多い分やっぱりあの貢献度が増えると思うんですよね。より多くのお客様に感動を提供できると思うんで、バシバシ来てください。めちゃくちゃ待ってます。ということで中山さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。また撮りたいですね、小池。そうですね。なんか聞きたいことコメントしてくれないかな。してください。コメントしてください。お待ちしております。